とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、シーズン6でも、やっていきます。二ついいものが出るまで、やめられません。5が、1周10分かからないぐらいだったのよ。ちょうど10分ぐらい。で、6は、14、5分かかるんだよね。若干時間が伸びました。これ全然出なかったら、ほんと地獄みたいになるんだけども、どうでしょう。まあ、うまくいけば30分ぐらいで終わるっていうことだからね。それぐらいで終わってほしいところです。頑張っていきましょう。まあ、とりあえずボスは、ビーストバーストでワンパンして倒していきますね。やっぱりこれが、一番、早い。一番早いかな。まあ、他にも、ワンパンする方法あるんだけども、それは若干時間がかかるからね。やっぱりこれで行くのが一番いいか。では、行ってみましょうか。一発目。何が出るか。ここで出れば最高。でも、ベールがあるね。ベールの、ダイナモ貫通を探してるのよ。あれ絶対ね、強いと思うんだ。ないね。これでね、敵を倒すと影化するじゃない？無限ダイナモで、倒して影化しながら行くっていうのは、なんかね、強そうな気がするんだよね。強いっていうか便利だろうね。敵をそんな倒さずにクリアしていけそうな装備なので、ちょっと欲しいんだよね。ダメ。ダメです。一発目は全然ダメ。何回ぐらいで出るんでしょう。では、頑張っていきます。よし、バブル来た。どうでしょうか。他のやつは、まあ、良くないね。バブル、どうだ。惜しい。惜しいな。惜しいな。バーストボーストリングとクールダウンショットある。いや。エンチャ次第では使えるか。そうね、マルチロールか、アクロバットついてれば、まあ使ってはいけるよな。いやー、でもこれ、惜しい。惜しい。一応、これは取っとくけど、惜しいな。めちゃくちゃ惜しいぞ。来ました。発光するイカのクールダウン。で、しかも、ロールチャージ、アクロバット。一緒なのよ。これ、離してくれれば最高だったんだけどね。でもまあ、あるだけ全然大丈夫。これってさっき出たバブルバースターとすっげー合うね。クールダウンで、で、まあ、ロールチャージでもいいよね。アクロバットだったら 1.5 秒に1回、ローリングできるのか。1.5 秒に一度、バーストボーストリングするか。いやいや、ロールチャージの方がいいのかな。まあ、とにかく、このイカとさっきのバブルバースター、同時に装備して使っていけるやつだ。いやー、こんなこともあるんだね。まさかセットでいい感じのやつが出るとは思わなかった。で、他は、嘘でしょ。ダイナモ貫通がある。いや、でも、イカだよ。まあまあ、これもまあ悪くはないんだけども。いやいや、違う違う、イカだ。スポンジはまあ、いまいちだね。イカだわ。イカ。大当たり。まあ、大当たりまでもいかないけども、当たりの防具です。ゲット。よかった。締め具。でも、微妙だな。採用するかしないかぐらいのやつだね。まあ、旋風クリティカルでまあいいとしましょう。一番左がさ、まあ、ダイナモは向いてない。リフレッシュも、まあ、そこそこなんだよな。重力は旋風があればいらないし。
ここは妥協するべきとこじゃないかな。フルメタル、クールダウンなし。スパイダー、クールダウンなし。いやー、物自体はいいと思うんだけどね。惜しいなー。いやいや、シメグもうすでにこれよりいいのあるから、ここは妥協するべきところじゃないね。もうちょっとやっていきましょう。またバブル出た。どうだろうね。まあ、とりあえず、クールダウンなし。ビハイブ。クールダウンなし。バブル。どうだ？ロールチャージだけか。ダメだね。よろしくない。次。スライサーってさ、この貫通は 100% だったっけ？どうだったろう？ 100% だったらこれ強いな。マルチショット付きだぞ。一回試してみましょうか。よし、ダイナマ20だね。雷つけて。あー、ダメか。あー、1だわ、これ。3回に1回しか出ないね。これは外れ。しだれたツタの弓か。使わないかな。まあ、1個確か持ってたけどね。倉庫に眠ってるもんな。なかなか来ませんね。疲れが出てきたぞ。頼む、そろそろ来て。お願い。フルメタルか。もうすでに持ってるんだよな。まあ、クールダウン。珍しいよ、クールダウン。ちょっと待って。そうだ、そうだ。フルメタル俺持ってるけども、毒フォーカスついてない気がする。確かね。はいはいはい。これは、怒りで使っていけるんだ。フルメタルは、怒りとね、相性いいのよ。近接ダメージも上がるし、ダメージ減少もついてて、ダメージ回避までついてんの。これ、使える。クールダウン、毒フォーカス、瞬速かな。でもね、回避のクールダウン 100% 増加だから、瞬速抜いてないんだよな。まあまあ、とりあえず、クールダウンと、毒フォーカス、この二つだけで全然使っていけるな。ありあり。あとはいらないね。OK。これでどうだろう。いいんじゃないですか。ということで、これ二つ目、ゲットです。では、戻ってきました。やっぱりね、俺が持ってたやつは、違った。これ。俺が持ってたのは、クールダウン2の雷フォーカス、火炎フォーカスのやつだね。カバン用のフルメタルだったんだよ。それが、これ、クールダウンの毒フォーカス。で、怒りビルドが使えるようになりました。フルメタルはね、これ良かった。いいんじゃないっすか？で、もう二つだね。まあまあ、一応一つなんだけど。まあ、この二つで一つという風にしときましょう。バブルバースターが、クールダウンショットと、バーストボーストリング。で、もう一個はテンポセフトでいいんじゃないですかね。クールダウンショットがあるんで、できれば、ロールチャージ、もしくはアーティファクトチャージが、ここについててくれれば、まあ最高だったんだけども、まあ、バーストボーストリング、防具で、マルチロール、アクロバット、ついてれば、全然大丈夫なのよ。アクロバットの方がいいかな。1.5 秒で、1回打てるんで、羽で行って、ローリング。羽で行って、ローリング。1.5 秒間隔ぐらいでいけそうなんで、多分、いや、間違いないね。全然使っていけると思います。よし、今日はもうほんと、いい感じのやつが出ちゃいましたね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。